それでは生理前におすすめのヨーグルトグラノーラを作っていきます。材料はお好きなグラノーラとヨーグルト、あとはバナナときな粉、そしてクコの実、あとはお好みでお好きなフルーツを用意してください。このレシピはですね、生理前にイライラしやすい方におすすめで、ポイントとなるのがヨーグルトに含まれているカルシウムやバナナに含まれるビタミン B6 を摂ることでイライラを抑えることができます。はい、続いては生理中におすすめの朝ごはんをご紹介します。やっぱ生理中は痛みがね、生理痛が気になると思うので、そういった生理痛対策の朝ごはんをぜひとってみてください。まずはね、ご飯をしっかり食べましょう。はい、生理中はやっぱり鉄分が不足しやすいので、ぜひですね、小松菜を食べてほしいです。こちらは小松菜のおひたしですね。電子レンジでチンして調味料を混ぜるだけで簡単にできるので、朝ごはんにもとってもぴったりです。で、ちょっとだけね、いりごまを上にぜひかけてください。はい、そしてやっぱりイソフラボンが豊富な納豆も欠かせません。そしてお味噌汁にはぜひサバの水煮缶を使ってみてください。サバはすごく EPA が豊富で、生理痛を和らげてくれる効果があります。これもですね、サバの水煮をお味噌汁に入れるだけの簡単なレシピなので、ぜひ朝ごはんにとってみてください。はい、続いて生理が終わった後、生理後のおすすめ朝ごはんをご紹介します。生理後は体が整ってくるので、心もですね、体も整ってくるので、そういった時に抗酸化がすごく高い野菜をぜひ摂ってみてください。リコピンですね、トマトに含まれるリコピンやかぼちゃに含まれるビタミン E などがおすすめです。Thank you.
Thank you.